ジャンマリー・コロー・デルボアは、フランスの革命指導者。恐怖政治をより推進する立場で、テルミドールのクーデターに協力し、ロベスピエールを失脚させた。パリで、金銀在庫職の子として生まれる。劇団に入り、俳優、劇作家として、各地を巡業し人気を得た。フランス革命が勃発すると、職業柄鍛えられた派生法による先導的演説は、 革命の指揮コ部に貢献した。パリコミューンの一員となり9月虐殺に加担。1792年8月10日後、パリ選出議員となって国民公会ではモンターニュ派に属した。1793年には公安委員会に入り、ビオバレンヌと共に極左分子でエベール派とは協力関係にあった。反革命派の反乱を鎮圧するため、ジョゼフ・フーシェと共に 国民公会からリヨンへ派遣され大虐殺を行った。しばらくして情勢が変わると、この責任を問われることを恐れ、反ロベスピエール派のタリアンやバラスラと共謀して、テルミドールのクーデターに参加する。1794年7月27日に開かれた国民公会では、議長としてサンジュストラ・ロベスピエール派の発言を封じ、そうしておいて、 パリアンがロベスピエールを告発し、議員らがそれを指示した。これで、満場一致でロベスピエール派を逮捕、法の外へ置くことが可決された。ロベスピエール、サンジュストラは、翌日、断頭台へ登った。しかし、テルミドール反動が始まると、モンターニュ派の残党として、真っ先に標的になり、恐怖政治の責任を追求され、テルミドール派によって、ギアナに流刑され、 同地で亡くなった。ありがとうございます。